どうした？隊長、撤退命令です。撤退？バカな。腰抜けどもだね、政治家って。派手に動きすぎたせいか。構わないさ、女は確保した。おい、さっさと女をヘリに乗せろよ。話せ。警察が来ます。撤収を。小僧、今日起きたことは忘れろ。ふざけんな。忘れるどころか。またボディでよろしく。もう逃げ場はないぞ。全員死ね。乗れ。捕まってるよ。後ろ、装甲車。ったく、いさかいなしだ。ねえオズ、ノンノがやっていい？やっちゃっていい？やりすぎんなよ。古い言葉よく知ってんな。意味は知んない。ただの子供の話かよ。
丈夫か？ひどい怪我だな。ボロ雑巾みたい。助かった。オンに着るよ。俺はオズってんだ。中野界隈で、まあなんつうか探偵みたいなことをやってる。後ろのレディは、後ろのレディはノンノだよ。凄腕なの。それで一緒に逃げてたお嬢ちゃんはどうした？そうだ、モモが連れ去られたんだ。追いかけて助けないと。連れ去られた？さっきのヘリか。ノンノ、ヘリはどこへ向かったかわかるか？方角的に羽田の方に飛んでったっぽいよ。 SNS に目撃情報がわんさかわんわん上げられてるもん。じゃあ急いで羽田に向かってくれ。頼む。お前とお嬢ちゃんはあいつらとどういう関係なんだ？俺にだってさっぱりわかんないよ。相手はありゃバチカンかよ。バチカン？あのお嬢ちゃん、いよいよ何者だ？軍は政府の指示で動いてるみたいだった。バチカンが日本政府に圧力かけて軍に指示がいったが、だったらなんであのガキが動いた？指示系統がよくわからんな。つけないと。バカ野郎、ここは空港だ。中に入った瞬間にセキュリティが飛んでくるぞ。それに見えないところに軍も控えてるかもしれん。一人で突っ込んだってお前には何もできやしねえよ。死にに行くようなもんだ。なんだこれ、止まってる？なんで？いつの間にか VR にダイブしてた？っていうか、あ、この英文ってあの時の時間。俺視界録画なんてしてなかったよな。じゃあなんでこれを選ぶと何か。
ンさん。悪い。でも。あれ。囲まれたか。そうだ、上空で待機だ。降りてくるな。よう。自分から止まったのは利口だったな。強がんなよ。実はホッとしてるんだろ。俺みたいなガキに手こずっちゃって、軍人としてのプライドがズタズタだろうからさ、甘く見たな。俺はスクリプトキリーじゃないぜ。その娘を渡せ。モモはあんたの所有物じゃない。渡せと言っている。せめて交換条件ぐらい提示しなよ。こっちにメリットがあるって判断したら検討してやってもいいぜ。この分は後できっちり軍に請求させてもらうからな。お前は自分の立場が分かっていないらしい。選ばせてやる。一生無所暮らしか、ここで事故死として片付け。どっちもやだね。今のお前の未来はこちらが握っているんだぞ。俺の未来を？そのごついトランスヒューマニズムの塊で。どっちが望みか早く答えろ。見るなよ。いいか、今からきっちり51秒後、あんたのその腰にぶら下がってる無線機が。何？そこであんたは隊長にもかかわらず命令されるんだ。今すぐ撤退しろ。で、俺は動揺するあんたの隙をついてモモと一緒に逃げるわけだけど、当然あんたは追いかけるよ。でもそれすら無駄に終わるんだ。あんたはちょうど通りかかった車に。それが俺の望む未来だ。なんだそれは。51秒後に撤退命令、車に轢かれる。あまりにもデタラメで笑えてくるな。ちょうど51秒だ。出なよ、軍人さん。こちらライノリーダー。どうした？隊長、撤退命令です。まさか。事なかれ主義の政治家連中が今さらビビったようで。だがターゲットは目の前に。あんたらが派手にやりすぎたからだよ。自業自得ってこと。じゃあそういうことで。待て。もう逃げ場はないぞ。この乗れ。おっせえよ、オズのおっさん。あ、おう。出せ。なるなんてな。お前
なんで俺の名前を知ってる？ノンノ、装甲車が追ってくるぞ。変なロケットを目くらましに使え。え？え？その辺に転がってるだろ。なんだっけ、クマタンなんちゃら、花火をいっぱい発射するやつ。なんで、なんで知ってんの？以心伝心、大火の改心。いいから、お前が凄腕なのは知ってる。うん、ノンノ凄腕なの。だから頼む。乙女心わかってんじゃん。オズとは大違いだね。え、本当に撃っちゃうんですか？構わないから撃て。合点承知の助。切れた。おいお前、なぜ俺たちの名前を知ってる？なぜ奴らに追われていた？一体何者だ？なぜって言われてもやっぱり説明できない。俺にも何がどうなってるのか分かってないんだ。巻き込んだのは私なんです。ポロンさんは私を助けるためにあんな無茶をしてくれて。名前は？俺は高岡ポロン。あ、前！あ！うわあ！お前ら、無事か？今のも軍の攻撃か？まずい、降りろ！モモ！ポロンさん！あ、
君が人生の中でこの場所に、いや、このセーブポイントにたどり着いたことは奇跡に等しく、そのことを何よりも嬉しく思う。宇宙を漂ってた目的さえ持たない原子の粒は、いつしか君の体を構成するに至った。そうやって万物の成り立ちから君が生まれた経緯へと思いを馳せれば、この出会いは紛れもなく奇跡だ。一方で、この奇跡が連続して起こってることに対して俺たちはいよいよ疑問を持ち始め、意識は今まさにその終点を迎える。ステージの幕をくぐり抜け、糸を引く魔法使いの仮面を剥ぎ取るんだ。ループを閉じろ、神をハッキングせよ。